皆様こんにちは、東京グラフィックスの今回、ジャグラ60周年記念、第57回ジャグラ文化式典の実行委員長をやっております早坂でございます。昨年より、忘年会新年会を兼ねて全国の支部の皆様にご挨拶をさせていただいております。その時は皆様本当に、お世話になりました。ありがとうございました。さて、もうすでに4月も後半に入りまして、このジャグラ60周年の東京大会まで残すところ1ヶ月わずかという形になりました。すでに、このパンフレット申し込み書は、皆様の方にお手元に届いていると思いますが、今日時点まだちょっとお申し込みが足りないかなという気がしております。ここでぜひですね、最後のお願いという形で、ジャグラ BB を使ってですね、皆様へ東京への参加のお願いを配信させていただいております。さて、今回の東京大会、タイトルが、東京で、語り、江戸で遊ぼう伝統と、未来というタイトル、非常に大きなタイトルでございますが、60周年という形でぜひジャグラの会員の皆様にもですね、この歴史を振り返りながら東京大会を楽しんでいただこうとご用意させていただきました。東京大会は、6月の11日、木曜日からスタートし12、13日の土曜日までの3日間、ちょっと長丁場でございますが、中身飽きずに非常に皆様に、役に立つもので、ご用意させていただきまして、大会の開催をいたします。まず6月の11日には、東京の若洲カントリークラブでですね、皆様をおもてなしの第1弾として、東京グラフィックス共催会、主催でですね、ゴルフコンペの開催をする予定でございます。お申し込み予定10組、40名で、ゴルフコンペの方を開催しようと思います。若洲カントリークラブ、目の前が東京湾、そして、レインボーブリッジ、高層ビル群が並び、横はまだ建設中ではございますが、東京オリンピックの選手村等の工事をやっている、日本全国の中でも非常に珍しい、大都会の真ん中にある、ゴルフ場でございます。海からの風若干あると思いますが、フラットなコースで非常にスコアも上がるのではないかなというふうに思っておりますので、ゴルフ好きの方ぜひ一度ですね、若洲カントリークラブで、クラブを思いっきり振っていただければなと思っております。さて、ゴルフをやる方ばっかりのためではなくですね、その日の夜にはウェルカムパーティーという形で、もちろんゴルフをやられた方もご一緒に、来れるように、バス等の手配もしてあります。ウェルカムパーティーはですね、品川のスペイン料理、バルリリオというところで非常にリーズナブルな金額の中で、美味しいスペイン料理を皆さんに楽しんでいただこうと、またここの場所の提供はですね、今回の大会のテーマでもある、東京で語りというところで、皆さんの多くの語る場という形で、場所をご用意しておりますので、ぜひ、皆さんの日々のお仕事の情報交換、またプライベートなところ、いろんな形でですね、東京の夜を語り合っていただきたいなと思います。またもう一つ、ご用意しているのはですね、料亭ボタンというところで、せっかく東京へ、来るんであるからというところで、ちょっと大人の江戸を満喫、江戸前料理に舌包みを打ちながら品川芸者の粋な風情を楽しもうという形で、東京には、豪華街品川、浅草、向島、神楽坂、八王子と花街がございますが、今回は大会会場品川のすぐそばの品川芸者衆をお座敷にお呼びしてですね、ちょっと粋な江戸前料理の中で粋な踊りと芸者衆と楽しんでいただければというお時間をご用意しておりますので、ぜひこちらは限定16名ですので、ぜひ早めの申し込みの方をお待ちしております。さて、次6月の12日本大会開催の日でございます。本大会は、白金、八芳園、こちらの方で開催を予定しております。受付は、お昼からなりますが、ぜひ早めに来ていただいてですね、都内の中で有数の日本庭園を用意した八芳園、お庭を楽しんでいただいてから、大会の方へご参加いただければと思っております。
スケジュールとしてましては、総会、そして60周年記念式典という形での表彰状、表彰式、その後にですね、懇親会という形で、用意をさせていただいております。懇親会では、せっかく東京、東京の未来と文化ということで、タイトルを歌っておりますので、東京そして江戸にちなんだ、アトラクション等をいろいろご用意しております。これで大きな形での公式行事の方はここで閉まりますが、東京まだまだ満喫していただこうと思いまして、この後の二次会の方もご用意しております。非常に、この団体の公的団体の中で言っていいのかというところもありますが、二次会は銀座のキャバレーコース、白いバラ、こういう事業団体がキャバレーというふうに、ちょっと目をしかめる方もいらっしゃると思いますが、もう創業70年、昭和の初めからできた、銀座に唯一あるキャバレー、こちらの方は面白いのが全国のホステスさんが日本地図の上にですね名札がかかってます。ぜひその中で自分の出身地の方をお呼びして故郷の話をされるのもよし、行ったことのない土地の方を呼んでその地域のお話を聞くもよし、非常に楽しい時間を過ごせるキャバレーをご用意しました。こちらのキャバレーのショーはもう本当にパリの一流キャバレー並みの素晴らしいショーを見せていただくところで、キャバレーというよりも本当に、ショーを見に行くというような素晴らしいキャバレーをご用意しました。また騒がしいのもなんだなと、せっかく会った仲間とゆっくりお話ししたいという方のために、品川の夜景が見えるレストランチェリーウィズスカイバーと、東京湾の夜景が見える、ビルの高層ラウンジ、こちらの方もご用意しております。ゆっくりお話をされたいという方はぜひ、こちらの方も行かれてはどうでしょうか。これが大会12日、の行事でございます。そして、13日、これはもうジャグラの文化式典来られる方みんなが楽しみにされているオプショナルツアー、東京の方でも、非常に、楽しいものをご用意されました。非常に、アドマチック天国等のですね、東京のいろんなところの情報が出てますが、なかなか仕事で来ると、そこの町までは行けないよという方も多いと思います。今回は、そんなところをご用意させていただきました。場所は、寅さんで有名な、葛飾柴又の帝釈天、こちらの方で、ぜひですね、帝釈天、等を見ていただいてですね、その後寅さん記念館、山田洋次ミュージアム、等を見ていただければと思ってます。こちらでは、寅さんの映画の寅屋の、モデルになりました、高木屋さん、こちらのお団子屋さんの方で、休息を兼ねてお団子を食べるもよし、ツアーに参加された方にはこのお団子をお土産として、ご用意をしておりますので、ぜひ柴又を満喫していただければなというふうに思っております。その後、バスは11時ちょっと前に、皆様お待ちかねのスカイツリー、こちらの方へ、バスを一路向けてですね、展望台の方へ上がっていただいて、東京23区を眺めていただければなというふうに思っております。その後はせっかくですので、2階3階にございます空町、ここでは、スカイツリー限定商品を扱っているお土産屋さんですので、そこで、ぜひ、スカイツリーの記念のお土産を買っていただければと思います。まあ、本来ですとその後東京といえば浅草へ向かうんですけれども、今回はちょっと趣向を変えてですね、バス路は一路蔵前の方で、お昼はですねちゃんこ料理巴方というところで、まさに蔵前の国技館の横にございます。こちらの方でちょっと変わった味噌ちゃんこをぜひ皆さんの方でご賞味いただければなと思っております。せっかくお昼ですから、ただ食べるだけではなくというところでまた一趣向を凝らせていただきました。ご存知の方いらっしゃるかどうかですが、ジンクというのがございます。このジンク実は、各界でも相撲ジンクというのがございます。相撲ジンクの名手をお呼びしてですね、ぜひこの相撲ジンクというのを聞いていただければなというふうに思っておりますので、ぜひ、こちらの方でお食事をお楽しみください。
この後ちょっと早めに上がりたいという方のためにはですね、バスは一路東京駅までお帰りになる方をお送りする予定でございます。いや、せっかく東京へ来たんでもう一つという方のために、この巴方から歩いて数分のところに東京大江戸博物館がございます。こちらの方ガイド付きで博物館のご案内をする予定でおります。大江戸博物館は名前の通り、江戸時代から今の平成までの歴史、品物、いろんな風俗に関してですね、展示してある博物館でございます。ぜひここでジャグアの60周年の歴史とともにですね、時代の流れを振り返っていただくお時間を楽しんでいただければと思っております。ここではオプショナルツアーのご案内をしてますが、遊びだけかよ、せっかく東京へ行くんだからいろんな情報が欲しいよという方のために、実はスペース21ジャグアの青年部が主催している、勉強会、こちらの方ももう一つご用意しています。こちらはリコージャパンと FSGS さんのご協力によりですね、企業見学等をしていきます。10時に品川プリンスホテルを出発しまして、お昼まで FFGS さんの方で、セミナーと、企業見学をした後に、バスで、リコーさんの方へ、移動しまして、リコーさんのところで昼食をとり、リコーさんの企業見学セミナーという形で、考えております。こちらは、メーカーさんのご協力により、参加費は無料というふうになっておりますが、非常に、今前評判で、人数かなり、募集が見込まれてますので、早めの申し込みの方こちらの方もお願いしたいと思います。この日の夜には、スペース21の総会懇親会が開かれますが、こちらの方へも、皆さん参加自由でございます。たまには若手と業界の若手と将来について話したい、どんなふうに考えているのか聞きたいという方もぜひこちらの方への参加、お待ちしておりますのでよろしくお願いします。非常に長い時間、お茶を濁しましたが、東京大会、間もなく開催です。皆さんの申し込みお待ちしております。ぜひよろしくお願いいたします。抹茶がいいから気をつける。お電車草乗るねもぶやぶや恋切り、ドアコの間草挟まるな、ドアコが一人でパシャンとくりば、子猫はポキビで体はぴちゃんこ、コリナはおめえはパードビサ、せがれやせがれやわかったな、明日くさこい、あおらが東京さ来るときに、国の他の言うことにゃ、東京っていうとが下こへここだで、抹茶がいたら気をつける。ほっ、スリーなおなごだたくさん旅館で、まなこさんすっくり返すてたまげるな、あんまりちょろちょろやってりば、あんさまちょっとこっちゃこうなんて持ってるじじこはパドビさ、せがれやせがれやわかったな、したくいしたくい、東京さ来るとき
あっちゃさいいから気をつける。おっ薬も多いし泥棒も多い、おめみたいながもないさくにゃちゅんどえ、ええー、とこ来たなとばっくりくりば、財布もパ着物もパ、まあ、これだわおめえはパッパせがれやせがれや、わかったな。少し